いや、ちょっとさ、チャカさん今大丈夫？うん、ちょっと俺みんなに話さなきゃいけないから。デデ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 、何なんですか？いや、やめるぞ YouTube。 え、聞いてる？聞いてる？いや、まず何も知らないよ。え、知らない。え、聞いてるの？知らない。なになにそう、やっぱりみんなには何これやっぱり話しておかなきゃいけないことがあるなと思って、うん、やっぱりそう。え、怖い。まあ、マジで誰にも言ってないやつ、俺の中でちょっとまあ考えてたというか、怖い、思ってたこともあって。お腹痛い。最後漏らしてもいいから。まあ、実はずっと前から俺が思ってたことというか、やめるじゃないけれども、そのまあ自分がやるべきこと、目指すべきもの見つかったというか。で、俺ゴードーさんに冗談で言われたの覚えてるけど。え、何が？ん？ゴードー言う、ゴードー辞めるって。うん、ゴードー辞めるって、ツルツル TV 解散するってっていうのがなんか、おいおい怖いこと言うなよ。冗談で言われたの覚えてるけど。マジのトーンかと思って、え、おいそうなの？おいそれ言えよ。え、いや言ったやん俺。言ったっけ？俺ゴードーさんなんか冗談でなんか言われたよっていう。あ、それがガチみたいな。こんな。え、それまずこれ何なの？まあ、YouTube やめるってわけじゃなくてっていう、その新しいことをやるってこと？ YouTube やめずに、YouTube 続けながらやるってこと？いや、それはちょっともしかしたら厳しいことになるかもしれない。そんな顔する。何それ。ドッキリでしたー。心配かけてしまって申し訳ございません。 YouTube はやめません。この度ツルツル TV ゴードンはメンズポップティーンオーディションに参加することになりました。なので YouTube はやめません。小さい頃からずっと挑戦したいと思ってたモデルを目指すことになりました。書類審査を通過して次はショールーム配信選考が始まります。ショールームっていうのは生配信ができるアプリなんですが、そこで皆さんの力を借りたいです。詳細は最後に説明します。まずはメンバーの反応の続きをご覧ください。ちなみに鶴には仕掛け人なので嘘つき野郎でーす。それではどうぞ。え、逆にそれで何をするみたいな。ちょっと実は単刀直入に言いますと、あ、逃げて。実はメンズポップティーンオーディションに参加することになりました。あはい、ということで、トトが、え、なになにこれ。ということで、私ツルツル TV ゴードンはメンズポップティーンオーディションに参加することになりました。うん、第一通って次の審査からショールーム配信オーディション。ああ、よくある、ね、なるほどね。はい、参加することになりました。つまりどういうことかと言いますとですね、僕たちゴードンを応援しますという。いや、するよ。これから全力でショールームを応援しようというこの動画で、はい、みんなにも発信ということが、はい、そうです。ここで発信して、僕がなんでこれがやりたかったかというか、まあやっぱり何か恩を感じてるんで、それは還元。あら、そんな恩なんてないですよ。返したいんですよ、やっぱり自分個人の力で。 でも別に、あ、YouTuber、 YouTuber やめるんですか？ YouTuber やめます。おい。まだ信じてたの？おい、まだ遅い。おい、遅いて。いや、だってできるやんと思って、ショールームぐらいだけやったらそんなそんな、だって毎日ショールームやったとしても絶対時間余るからできるやないか。全然できるよ。なんでやめる必要があるって思って。めっちゃ早口になるじゃん。おい、ひどいな。意味がわからない。応援じゃなくて怒りになってる。なんで怒ってる。騙されて怒ってる。本当にやめるかと思って。いや、やめないですよ。やりつつそういうのもや、頑張るっていう、うん、いいな、うん、俺はバイトの面接落ちまくる。悲しいね、悲しいね。一生ニートだよ俺。今何件連続落ちるんだっけ？今4回目。
これショールームはどういう、もうあるんですか、アイテムとか。そういうアイテムがあります。アイテムの数で決まるってこと。そう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 。あら、みんなの視聴者さんのコメントと星っていうのがあるんだけど、はい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 、それを配信者に送ってくれるっていうので競われていくってことになります、ね。じゃあ概要欄に貼ってあるショールームのアカウントフォローしとけばいいということですね。まあまあそうですね、フォローはしていただきたいですね、やっぱり。まあ宣伝言いづらそうなんで僕が言いましたけど、ツイッターもつなげとくんで。なるほどなるほど。そうそうそう。どんくらいのペースで配信するんですか。期間が2020年の8月29日土曜日、今日じゃないですか。そうです。おーの17時なんで、もう始まってます。あ、始まってんだ。もう始まってますね。から2020年9月4日の金曜日の1週間、21時59分。そう、1週間で1週間で、まあこれが予選なんで一応。なるほど、まだ予選なんだ。でこれでどん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 あの積み重なってって、その都度また時間とか、ツイッターとかでまたお知らせして。とりあえずもね、これはだからみんなの力も必要になるってことか。そうなんですよ、本当に。いやもう全力で僕らも、いやありがとう、見に行きますよ。もちろん。いやもうぜひぜひ。じゃあともう一個いいですか。あともう一個、基本夜21時から9時から、お、9時からやろうかなって思ってます。おー、いいね。9時から1時間の枠で。おー、いいね。やろうかなって。あとはもうなんかバラバラじゃなくて、もう毎日そこ。あ、いいね。から1時間で、最終日が21時59分までだから、もうラストの枠もそこで取れるから。なるほど。だったらもう9時から始めて毎日やろうってことで。はい、というわけで、はい、皆さんご支援のほど。あ、ダメだ、あと本名を明かさなきゃいけないわ。あ、うわー、え、それ言わなきゃいけないの。もう俺あのアカウント名が、そう、あっ、これね、ちょっとこれ皆さん、なんとゴードン西野朝日じゃないです。そうですよ。これもこの動画で本邦初公開、初公開ですね、これは。これがガチの本名です。はい、いいですか。はい。いや恥ずかしいな、これどうやって言ったらいいの。井上朝日です、ということで。井上いいのこれで。まあ貯めて言うよりはね、井上朝日っていう名前で、本当は井上でした。そうなんですよ。そうなんだ。そうなんです。で、あれ知らなかった、西野だと思ってた。おお、やめろお前、俺の編集だからどうなるか知らない。公開してないですからね。ということで、どうしようかな、ちょっとツイッターの名前も確かに確かに、ちょっと多分並べるかもしれない。あ、いい、何ならで多分名前が先になるかもしれない。井上朝日からゴードン知るパターンもある。そうそうそう、ってことのね。まあどっちのパターンもあるから、まあ井上朝日スラッシュツルツル TV ゴードンになるかもしれない。だからみんな西野っぽいから信じたんだよ、井上さん。そうそうそう、井上さん、そう、井上さんって言ってもいいんだよ、もう動画で。いいです全然、もうここで。じゃあ井上さん公表する。次から井上さん、井上さん名言生み出すな。はい、ということで僕からの発表は以上になります。皆さんよかったらショールームアカウントフォロー、そしていっぱい星とコメントよろしくお願いします。いっぱいやっちゃうよ僕も。お願いします、あの拡散もお願いします。はい、はい、じゃあ俺もバイト10個応募しよう。